サワディーカー、岩沼の皆さん、こんにちは。岩沼健康大使を務めております大久保浩司です。室内で簡単にできるトレーニングをご紹介したいと思います。ぜひ皆さんやってみてください。このトレーニングはお尻を引き締めるトレーニングです。まず横に寝てもらいます。そしてこの状況から足を真上に上げます。この時になるべくいけるところまで足を上げましょう。ここに力が入っているのを感じながら上げてください。では10回いきましょう。いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。これを、逆足もやってみてください。このトレーニングは胸を鍛えていきます。やり方は簡単です。両手を胸の前で合わせます。で、これを右と左潰し合います。全力で潰してください。これを10秒間キープします。ではいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。お腹を中心に全身に刺激を与えていきましょう。この状態で腕とつま先4箇所で体を支えます。この時にポイントは上がりすぎない、お尻が下がりすぎずに一直線を保ちましょう。これで30秒間キープいきます。ではいきましょう。よーい、スタート。あと5秒です。はい、 OK です。肩、肩甲骨周りのトレーニングを行っていきます。顔の前で肘が重なるように設置します。そして全開に胸を開いてそのまま真上に上げます。顔の前で肘を合わせて胸をしっかり張って、この状態でまっすぐ腕を伸ばします。これを10回行いましょう。ではいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。このトレーニングは太ももの内側を鍛えていきます。肩幅より少し開いてつま先を外に向けます。この状態でお尻を下に下ろしていく形です。手は軽く肩に添えましょう。この時のポイントは膝が内側にしっかり入らないようにこの体勢を保つことと、膝がつま先より出ないように注意しましょう。もう一つは腰を丸めずにしっかり伸ばした状況で行いましょう。ではいきます。10回行いましょう。よーい、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。
も合計5種目の全身トレーニングをやってもらいました。もう1周やっていただき、合計2周行いましょう。大事なポイントは呼吸を止めずにゆっくり呼吸をし続けてください。ぜひ定期的に運動を行い、健康な体を維持してほしいなと思います。頑張ってください。